どうも、アロ78です。今回はベニリュウ飼育記録ですね。前回90センチの水槽から120センチ水槽に移しました。これがね、6月6日早朝だったんですよね。この続きいきましょう。スーパーメタリカ飼育記録ナンバー26、水槽を移動したその後、新章スタート。というわけで、こんにちは、アロ78です。いやー、ビールうまいっすよね。6月ね、6日早朝にアロワナを移して、夜ね、友達と近くの居酒屋にね、飲みに行ってきました。いや、ここね、料理ね、まあ魚料理系が基本なのかな。だけどね、いろんなのね頼めて、めっちゃうまいんですよ。このね、エビマヨ、エビマヨ毎回頼んじゃう、めっちゃうまい。あとはね、天ぷらとかですね。でね、一緒に飲んでた友達、YouTube 見てて、生き物系もね結構好きで、生き物系のチャンネルとかも見てるから、いろいろ話聞いたりとか、アロ78チャンネルもね、まあ、見てくれてるんですけども、今度ね一緒にガサガサとかなんかそういうのね行こうだからなんて話して盛り上がってました。ビール飲んでからの、自分ビールしか基本飲めないんですけども、まあ、ビール7、8杯飲んでからね、グレープフルーツサワー、あれやばいですね。めっちゃ飲みやすいし美味しいし、グレープフルーツサワーってなんであんなね、もうなんかもうまたグレープフルーツサワーみたいな感じになっちゃう、特に夏。はい、というわけでね、そう、ほろ酔いで帰宅して、アロワナがねお出迎えしてくれるっていうね、それめっちゃいいなってめっちゃいいなって、アロワナがねこうふーってね、こうなんだろう、気持ちよく飲んで食べて帰ってきた時にね、水槽こうやって電気つけてアロワナ見て、いや、アロワナ泳いでてめっちゃ可愛いなって、これね、もうね、すごくいいね、アクアリストの特権ですね。そう、時にはね、まあ水槽のメンテナンスだったり、まあ水槽のね、なんだろう、維持とか大変で、たまに窮屈になる時もありますけど、やっぱりね、基本はやっぱ癒してくれるっていうね。そう、癒してくれるんですよ、アロワナが。なんかもう綺麗だなって思っちゃうもんね。で、水槽をね、やっぱ白にしたんですけども、やっぱ明るい、まあ、水槽が明るいと気持ちも明るいみたいな感じで、本当はね、そう、黒がいいってね、もうすごい黒がいいっての分かってるんですよ、自分も。特に交流だったらね、黒がいいっていうの分かってるんですけれども、まあ白にしました。まあ理由はそうだなまあいろいろまたおいおいと語りますね。ちゃんとね、自分の中でこうやって、ああ白がいいなっていう理由はあったんですよ。はい、というわけでね、当時の実況ありましたので聞いてみましょう。はい、というわけで、お疲れ様です、アロ78です。今日は6月の8日なんですけども、おめでとうございます。交流していただきたいですね。5ヶ月が経ちました。でね、見事メイン水槽120センチ水槽にもね移りました。で、ダイはね、今回ゴロゴロさんがね作ってくれました。ありがとうございます、ゴロゴロさん。でね、水槽とか上部は前からあったものを使用してます。で、水槽のね水も調子いいですね。まあこれでようやく今撮影のねスタイルが整ったと。で、水はそうですね、先週ミネラさんからねいただいたナチュラルウォーター5区をね使わせていただいてます。で、昨日移動して、昨日早朝ですね、移動して、で、まあ一応移動した直後あんま負担かかんない、まあ自分家の水だから大丈夫だと思うんですけど、で、水槽の移動の変化で、ね、疲れとかもあるかもしれないけど、一応1日ね餌抜きして、で、移動する前も2日ほど餌抜きしたんで、まあ約4日ぶりの餌となります。はい、だからね、いつもの乙姫与えていこうと思います。 EP6 ですね。あー、いい食べっぷり。まあね、もちろん生き餌とか与えたらすごい喜ぶし、そっちの方がね、迫力もあるんですけども、とりあえずね、乙姫を与えていきましょう。乙姫たちも与えなきゃいけないからね、ちゃんとね。あれ、あ、いいね、よかった、食べて。乙姫たちがね、そう、だいぶ成長したよね、本当に。これでまた大きくなってくるんじゃないかな、120センチ水槽に来て。ねえ、ちょっとまあ白水槽にしたら発色良くなるんだなとかね思ったんですけど、そんなこともないですよね、やっぱり。うん、100、
ただ黒水槽だともうどこにいるか分かんなくなっちゃったんだって。今日は今日アルバナのスピードが悪いな。そんな感じがするな。結構ボロボロ噛んじゃったけどな。なんか食いが良くないな。お腹空いてるからたくさん食べるかなとか思ったけど食いが良くないですね。とりあえずダトニンを与えて、ダトニンは喜んで食べてるんでね。突然乙姫を飽き始めた。ね、3日ぐらい餌与えてないから喜んで食べると思ったんだけどな。なんか水槽の環境の変化でまだその本調子じゃないのかもしれないですね。新しい水槽で、まあ、ちょっとまた明日とかもね与えてみたりしますけども。あ、食わない、あんまりよく食わないで吐いちゃうんだよな。あ、食わないですね。またダトニオに食わせる感じになっちゃいましたね今日はね。まあちょっとね、またちょっと明日昼間とかもねちょっと与えてみて、まあ、もっと環境になれたら食べ始めてくれると思うんですけども、まあ、ここでね、まあ、しばらくやらずにちょっと耐えてみてね、もうちょっとまた明日与えてみようかなと思います。またトニオはいい感じに耐えてましたね。はい、というわけでまあ水槽をね移して初の餌をあまり食わないというこんな形になりました。ダトニオは元気と。まあ、こんなもんにしときますかね。いきなり餌やりすぎても水もびっくりしちゃうんだね。水やっぱ前より綺麗な感じしますね。やっぱりね、餌今こうやって落としてもね、乙姫いっぱい落とすと結構すぐ濁っちゃうイメージですけども、どうでしょうか。カメラ越しに見てね、結構水やっぱ綺麗なんじゃないかなって。さすがにでもねちょっとこんなにたくさんいるとね、やっぱ水はまあどうしても汚れちゃったりですね、そういうことたくさんちょっと飼うとね、餌が特に人工飼料だとね、まあ、大変だったりするときもあるんですけども、まあ、ここに楽しいですからね。まあでもやっぱり今はねアロワナに夢中ですね。本当アロワナに対してのモチベーションが高いです今は。はい、というわけでね、引き続き頑張って飼育していこうと思います。6月8日でした。またどうだろう、ちょっとしたら人工飼料になってくれると思うんですけども、まあね、いろんな野菜もまた与えていけたらなと思います。というわけで6月8日でした。お疲れ様です。おやすみなさい。深夜2時よりお疲れ様でした。 SL でいこう。あ、でもなんか水トシミ結構やったのに水きれいに見えるな。はい、というわけでこれ今回のサムネかな。なんかね綺麗に撮れました。体型がねいいですね。まあベニリュウね、まだ若魚ということでね、まだまだ発色は全然ですけど、ほっぺたがね少しほんのりね赤くなってきましたね。これがね広がったり色がね赤っこくなっていくと思うんですけども、まだまだですね。さあ昼間撮った映像ですね。逆
光がね、そう雰囲気ねすごくやっぱいいんですけども、逆光ってやっぱり iPhone のねスマホで撮るのって非常に難しいですね。アロワナがねすごいね黒く撮れてしまいますね。角度によってはちょっとねオレンジがかった感じですね。ライトは白蛍光灯とフィッシュルクスですね使ってますね。まだまだねやっぱフィッシュルクス使っても赤くね見えませんけども、これから一体どうなっていくんでしょうか。そうですね、でもやっぱりこのねスーパーメタレカっていう名前だけあってね、普通の昔の飼育したベニールよりもなんかやっぱギラギラしているっていう感じがしますね。どうでしょうか、肌ツヤどういう風に見えますか皆さん。このアロワナこれからねどうなっていくかですよね。まあでもねそうエラブタのね発色が始まってもうほんと楽しみなところです。今はねエラブタ色薄いですけれども、ここからねどうなっていくか、またね成長追っていきましょうね。1週間経ちました、少し色濃くなった、そんな感じがします。それではまた飼育記録は続きます。ご視聴ありがとうございました。